超簡単にできる貼り絵用の折り紙の船です。まず両面色の違う折り紙を三角に切ります。これを斜めに折るだけで右向きや左向きのヨットができます。色紙を貼ったり模様を描いたりしたら、折り返したところを糊で貼って出来上がりです。客船は三角を横向きにして使います。長い点線が谷折り、短いのが山折りです。模様ができたら折り返した部分を開いて糊をつけて貼り付けます。穂が2つあるヨットを作ります。この部分を少しだけ出して折って、両側をその線に沿って折り上げ、また三角に折り下げます。これを段をつけて折り上げるとヨットの穂ができます。こんな感じですね。底の部分を折ったら模様を描いて出来上がりです。セロテープを輪にして上の方に貼ったら、タフロープの海のところに差し込むようにして貼ります。遠くに小さい船、近くに大きい船となるように貼っていきましょう。